アンカーバルーンテクニックの主義をお示しいたしますアンカーバルーンの基本的な考え方はアンカーとなるバルーンを引きますとご覧いただきますようにちょっとガイドを押すだけで簡単にディープエンゲージが可能となりますこのガイドのバックアップ力を利用して目的の病変にバルーンを推し進める方法であります実際には左手の人差し指と親指でしっかりとアンカーバルーン並びに二本のワイヤーを 少しこのワイヤーとバルーンを引くことによってバックアップ,バックアップ力ガイドカテーテルのガイディングカテーテルのバックアップ力が増しますのでその力を利用して高度病変にバルーンを通していきます。